皆さんこんにちは。林の小林業の採用担当の児玉です。本日なんとですね、テレビ局の方が林の小林業の取材に来てくださっております。なんと林の小林業地上波放送決定でございます。はい、今回取材に来てくださったテレビ局の方はテレビ瀬戸内の、テレビ局の方です。プライド瀬戸内経済の力という番組名でして、この瀬戸内にある企業をですね、ご紹介するという番組だそうです。それではうちの社員がですね、いろいろ取材を受けてるみたいなんで、ちょっと様子を覗いていきましょう。それではレッツスタート。こちらの方にですね、取材を受けている社員がいるみたいです。ちょっと覗いてみましょう。見てください、女子アナです。本物の女子アナの人がいます。インタビューを受ける、社員はですね、今年の4月に入社した品質管理の仕事をやってる新入社員がインタビューを受けております。すごいオリジナルのハッピー、なんかオリジナルの服もあるみたいですね。プライド瀬戸内経済の力って書いてます。どうでした、撮影を終えた後は。すごくホッとしました。こちらテレビ瀬戸内の東條アナウンサーです、はい、よろしくお願いします。どうですか、今日一日、回っていただいて、いろいろ撮ってもらったんですけれども、はい、今日いろいろ取材させていただいて、匠貫太郎という、素晴らしい、含水率とあと強度を保った材があるということで、しかも作ってらっしゃる方がすごく熱い思いを持って乾燥技術磨いてらっしゃったので、感動しましたし、あと皆さんがすごく和気あいあいと働かれている姿も素敵だと思いますので、番組でもしっかりとお伝えしたいと思います。10月31日昼12時からプライド瀬戸内経済の力放送です。ぜひご覧ください。ありがとうございます。それではこの YouTube ですね、実は最後に決め台詞というか、そういったものがありまして、はい、せーのっていうので、はい、一緒に See you で手を振ってもらえますか。ありがとうございます。では、また次の動画でお会いしましょう。せーの、 See you。